していろんなところに行っていろんな人に出会って、この人は本当の私の師匠になってくれるだろうかと、それで変山して回ったわけです。ところがその変山ぐるみ、変山事故だ。変山してるってことは事故を変山してる。変山知識は変山事故なり、年百草は年事故なり、年万木は年事故なり。要するにね、年百草っていろんな百いろんな草を取り上げても年ずるってこうね、取り上げることね、それでもみんな事故を取り上げてんだ。年万木は年事故なり。事故は必ず陰もの工夫なりと山岳するなり。事故っていうものはそういうもんだ。何を見ても事故ならざるものはないんだから、だからその事故を学ぶ。でこの山岳の中に事故を脱落し事故を紹介するなり、そういう山岳してるところに初めてね、このちっちゃな自分忘れちゃう。事故を習うというか事故を忘れるんだから、だから事故を脱落し、そして事故を紹介するって本当の意味の事故とはっきり出会うことだ。それにこれによりて仏祖の大道に自称事故の長度あり、自ら称する、自ら悟る、それの長度がある。小敵の仏祖にあらざれば小伝せるせず、敵的相乗せる長度あり、仏祖の骨髄にあらざれば小伝せず。要するにね、この何を取り上げても事故以外にないっていう、そういうのは本当にね、仏法のその小敵でなきゃ、小敵って本当の正しいね筋の人でなきゃわからないんだっちゃうね。だからね、いや私がまあ私の弟子たち、まあみんな弟子って呼んでるけど、本当は私弟子って言って俺のもんだと思っちゃいないんだ。みんな弟子たち、自分は死ぬな自分なんだ。だけれどそのあれですね、少子にこうよく仏教の本にも出てくるわ。座禅するって言ったら少子につかなくちゃダメだってよく言う。だけど少子っていうのはどこにある？俺が少子だぞよって言ったら、これで、ね、少子どうかなと思う。あるいはそれこそ世の人会で、あこれこそ少子だってね言って、その少子が何惚れてたんだって、そんなのもこれ世の人会から言ったらそういうことが起こりうるんだ、事実起こるんだ。それでね、本当の少子って言ったら、その事故の座禅が少子でなきゃならないってことだ。本当の意味の座禅をするって、それが少子だ。で本当の意味の座禅をする。ところがまたね、それじゃあ師匠もいわゆる宗門でいう師匠も弟子もなくていいじゃないかって、そうじゃない。実際の師匠につくっていうことがまた大切なの。この実際の師匠につかない、この間もね、キリスト教の牧師さんが、外人だったね、外人の牧師さん、それで言うのに、仏教の少子につくって言いますけれど、その少子っていうのはどういうのが少子でしょうかって聞くからね、これは正しい座禅をするのが少子だ、その座禅が少子だ。しかしながら実際にその師匠につかなきゃダメだ。そうでないと関連的な話が、事実ね、そのキリスト教の人たちね、牧師さんなんかでも神様にただ信じてるだけだ、神様についてるだけだ、これは結構だ。しかしながらそれだけに話が関連的になってるとこあらしないかって言って、その外人の牧師さんにそう言った。そしたら、はぁって言って、
確かにそういうとこありますって言ってたね。俺確かにね、その具体的な師匠につけばこそ、そのこれ私でもね、その沢木老師についてその25年間来ていればこそ具体的にその、学ぶことができてるね。例えばね、私がね、忘れもしないけど、私の初めの女房病気になった時、私は心が優しいから、その、お粥を作って食べさせたいと思ったんだね。いや、女中が作ったらね、何そのご飯に水パッとたくさん入れて、そしてやってて、まあ煮詰まったらまた水入れてるっていうのを見て、あれじゃおいしいおかゆじゃないっていうことだけは分かってた。それだからまあおふくろがやるのを見てて多少分かってたから、あそ本当のおかゆを俺が作ってやりたいと思って、それでやってみたんだね。そしたらやってみ、お米から研いでやってみたら、何ご飯になっちゃったこれでやっぱりダメだね。その女房におかゆ食わしたいって言ったって、その技術が伴わないじゃない、実際が観念的なの。それに対してこれまあ沢木老師について、その沢木老師の病気中もいつでもおかゆ抱いて、このストいかにね、沢木老師にふわっとね、その柔軟なるおかゆをね、そして本当に香り高いおかゆを作るかって工夫し苦心してきてるから、だから今度は一切主上にも私が今度はおかゆ作るって言ったら、誰にでも作ってあげられるじゃない。これがね、だから仏教のね、師匠っていうのはね、観念化さないところだ。実際に事実だからね、私まあ弟子たちにもそう言ってるけど、師匠に作ってのは師匠は稽古台だと思って、一切主上に奉仕するためのその稽古台として師匠についてる。いや、私もそう、沢木老師に私はそう思ってついてきたんだ、沢木老師稽古台ほいで沢木老師を通して初めてまた一切主上に利益するようなあれを身につけてくるってことね。これが修行のしどこだもん。いや、そのだからね、そういう師匠論っていうのをね、まあ書いておきたいところあれ、これこういうことを言うのは私が初めてだと思うよ。みんな普通は尚志につけって言って、ところは私のこれこそ尚志だと思ったっていうのは、私の頭を物差しにして、世の人間を物差しにして測った尚志は、どうせまたあこれ尚志じゃないって他に行くに決まってんだから、でくるくる変わるんだから世の人間はね。そうじゃない、座の人間で尚志を見たって言ったら、これもう今言う、たとえ知識にも従い、たとえ教官にも従う、みなこれ自己に従うないだ。だから本当に自己の中の師匠についてるわけだ。だからで、そういう意味でね、ごっそうの師匠についちゃダメだ。これまあ話が長くなるから楽するけど、やっぱり随文記、正法眼蔵随文記にもそういうのが出てくる。盆山を供養するっていうのね、あの盆山の方が徳が高いから余計供養します、でこの盆山は徳が少ないからこれはまあちょっとにします、そういう差別心が供養を妨げる。そうでない、盆山であった限り誰でも精一杯供養しろっていうのはね、これ本当に供養するという限りはもう、そういう自分の差別心を働かしちゃダメなんだ。だから沢木老師のね、師匠は上国善光大御所っていうね、私の師匠の師匠になるわけ。この上国善光大御所の話はちょっと愉快だ。あれなんだね、駒沢大学出て、それから何よりやっぱり金が大切っていうんで、それでその頃北海道へ行って、
お経を読むと金が儲かるって言うんで、それで北海道へ行ってお経稼ぎしたんだ。そしてたくさんお経、お金が貯まったところで銀行に預けてた。そうしたところが、その頃大正の、なんかパニック、それで銀行潰れちゃった。それで、あ、これはダメだって言ったところへ、ちょうどね、上流広報大和尚っていう、その上国善光大和尚の師匠が呼び寄せたんで、それで天草へ帰った。そして寺を持たした。そしたところがまた、上流広報大和尚としてはね、そのあれなんだね、佐々木の上国善光大和尚は北海道で儲けたに違いないから、それをあれですね、沢木老師 その学士に出させて、それだから、沢木老師を 上流広報大和尚の初め弟子だったについてたんだけど、上国善光大和尚の弟子にしたわけだ。だから弟子の弟子のになったわけだね。でそういう意味で上国善光大和尚の弟子になった。ところが上国善光大和尚さ、パニックで銀行潰れて一文なしで帰ってきた。それでこれからまた金儲けしなきゃなんないって、天草でもって解雇、お解雇を買って、そしてやってるうちにね、お解雇でもってこう温めなくちゃなんないで、炭火でもって温めて、ところがそれでもって火事が出て、それで全部丸焼けになっちゃった。その時にね、その金、貯めた金ね、それはもう銀行当てにならないという巾着に入れて、そして取ってたわけだ。ところがその火事になった時、本当から言ったらお寺でね、一番真っ先に出すのは仏さんご本尊さん出して、その次には加護帳を出してっていう、それから自分のまあ、持ち物でも出すと、こういうのがその、お寺の盆さんのね、その古来からの言い習わしなんだけど、上国善光大和尚にとっちゃ真っ先に巾着を先に持ってって、柿の木まずくそれからご本尊さん出して、それから加護帳出してって言って見たら、その柿の木にくださいって、巾着がなくなってた。まるでね、落語の話みたいに、貧乏症の人だ。それでまあ沢木老師がそういう話を、まあ、私たちによくしてたもん。だから私その頃、まあ、私昭和22、23年頃だったね、上国善光大和尚ってのはいかにも凡夫も華々しい凡夫の、これまあ世代さんから抜い、この歴代からね、抜いちゃった方がいいんじゃないですか。私が言ったことあって、そしたら沢木老師が言うのね、いやそうでないって言って、俺ね、仏法として上国善光大和尚のご思想はご思想だ、それとして仏法は仏法で、仏法として作んだっていうことね、その時に大ざっと。でそういう点で、その師匠につくっていうのはご思想についちゃダメだ、どこまでも仏法につかなくちゃ。だからさっきのし、朝ね、三道会法経三昧座禅心読んで、もう釈迦牟尼仏、あれですね、ビバシ仏大王将、式仏大王将ってね、それでもって参拝をやるわけだ。沢木老師は上国善光大王将最後ですまた3回コツコツやって愛してたわけだ。その点ね、だから何もかもね、一旦仏法っていう手前から言ったら、師匠って言ったら、これ師匠が事故だ、一応かね、事故について、まあ、話が長くなって、いよいよね、その供養諸仏の巻へ入るわけだけど、
結局ね、今供養諸仏の諸仏、これがね、他人としての諸仏でないっていうことを言いたいためにこれだけの話した。もしこれ他人としての諸仏ってしてね、この巻読んでいったらね、そしたらそれこそありがたがり屋のね、老毛の老いぼれのボケ老人の話になっちゃう。その今の老毛学者はその辺を見落としてんじゃないかってことが結局はね。で結局ね、その一旦その自重三昧座禅中天から言ったら諸仏って言ったらね、決して他人じゃないんですよ。他人じゃなくって自己切りの自己そのものを言う、生命入りの生命そのものを言う。それで要するにだから自己切りの自己の全くのご本尊様を言う。ご本尊様っていうのはもっと本当の意味で尊いってことね。ご本尊さんっていうとここにあるあれみたいだけどね、そうじゃないんだ。もっと自己の自己切りの自己の中の最高価値者、これだけは狙わなきゃならない。いや私がね、弟子たちがまあ、私も結婚したから弟子たちもみんな結婚する。そうすると子供産むなよってすぐ言ってるんだけど、それでも子供産む。それはまあ細君に呪いやつがみんな産もう。そうするとしかしその時に結局ね、その仏弟子はね、祭祀を本尊とすべからず、これだけは守れって言って、結局ねその、仏弟子としてある限りはどうしてもね、祭祀をご本尊さんにしたんだったらもう全てがダメだ。でそのみんな今その仏弟子がねって言いながら祭祀をご本尊さんにした人たちが多いわけだね。そうするとこれは全くの悲劇になる。の祭祀を養うためになんだかんだってやんなきゃなんないもので、そうでない私なんかその点ね、祭女房を持ったからって養おうと思ったことない。だからいや大体の常識外れだからね、私が祭祀を持ったら祭祀は養わなくちゃなんないってね知ったのがね、驚く中で50過ぎてから50過ぎてから、ははい、この世の中じゃ祭祀持ったら祭祀養わなくちゃいけないもん、それが常識なんだなって。それ50過ぎてから分かった。それでしかしながらまあそれからさ後のまあ女房も持ったけど、しかしながらこれ女房のために働こうとは思っちゃいないの。だからその何にもしもう一切やめ、だから安泰寺にいた自分はね、弟子たち随分抱えてたからね、そうすると私の小遣い銭とか多少のね金もなくちゃならないから、まあアルバイトのつもりで公演とかなんかも多少行ったわけだけれど、もうその安泰寺退いて弟子の面倒見なくていいっていうね、あれしたら誰が働くもんかいって言うんで一切断っちゃったわけ。そうしたところがやっぱりまあなんだかんだって言って、あのこれまあその頃からあの印税なんかが入るようになったからね。まあ、私は折り紙のね、これありがたいことに、あれこれまあ仏のご加護だね。佐々木老師が昭和38年にもう安泰寺にいよいよ俺は隠居するぞって言ってあれされたんだけど、ちょうど38年にね、私が折り紙っていう本出した。昭和30年にね、折り紙図鑑っていう本一応出した。だけどこれはそんなに印税が入らなかった。ところが昭和38年に折り紙っていうね厚い本出したら、その当時1800円っていうんで高い本だった。それがまたとっくによく売れてですね、まあ、あらゆる新聞で書き立ててくれたし、するからバカに売れたん
で私も折り紙で有名になったし、それから結構小遣い銭も入るようになったわけだね。それで沢木浪士がちょうど38年で帰られたでしょ。だから私宅発に出ないで済んだんだよ。38、39、40とね、これは本当に仏典のご加護だと思ってるよ。それからまあ40年から50年までの間ね、多少はアルバイト稼ぎのために講演ぐらいやってたわけ。50年に隠居してからもう誰も働かないって。でそしたらその頃からまたボツボツなんだかんだって印税が入って、そう不自由しないんだ今でもそれだからね、世の中のやつはバカに見えてしょうがないもんね実際にね、今置いてもらってるうちっていうのは結構なとこですよ。俺結構な広い庭があってさ、そして全く新しいうちにただ置いてもらってさ、そしてお金も印税が多少も入ってくるし、それからまた方々の人がお金くださることもあるしっていうね、それやってるとうまい具合にこれなんとかかんとか言っちゃうんだねそれでちっともお金っていうことで不自由しないで来てる。あんなことあって病気したらどうなんだって、病気したって言ってもお医者さんがちゃんとたくさんついててくれる、あれも結構だしね、ちっとも心配だな。そうすると世の中のやつはみんな怒り食うか食うかって言ってね、やってるのがこれ負け戦してるからだね。でそれじゃあそんなに食うため食うためってどんなに金持ちになってるかって言うと、そんなに金持ちになってるわけじゃない。私の方がよっぽど悠々としてる、そういうとこもある。だからね、いや話がないおかしくなっていや要するに結局大切なのはその自己切りの自己の仏さんだけをご本尊さんにするっていう、その生活だけ守ってりゃいいんだよ結局。何ね、食うため食うためっつって生活のためっつってね、負け戦して、この間も安泰寺にいた自分に日曜三千会よく来てた人からね手紙が来て、とうとう国立病院に収容されることになりましたって言ってバカに悲しそうな顔して手紙を送った。国立病院って何のあれだか分かんないのね、大病で国立病院のこともあるしだから肺病のこともあるだろうし、癌であることもあるしと思ってた。そしてまあ庄司北省でも送っとけって言うんだ、送っといて、それと同時にあれしたらまた手紙が来て、肺病でもってとうとうしているんです。でも、まあ、いかにも目いったような手紙をくれたんだね。だから肺病なんじゃない、今時ね病気のうちに入らないって言って、私なんかね今の新薬一つも効かない、あれなんだね、なんていう、耐性菌の肺病、それも老人性結核っていうんだよ。だからもう癖のある結核なんですね。それが昭和もう若い頃からやってんだ、それが何遍もやってる。それ昭和48年にまた今度は老人性結核として出たんでね、それであれしたんだけど、だけどこの間あれしてみたらこの春風邪ひいたでしょ、それで一月半寝込んだ、今度こそ肺病が出てきたかなって言ってお医者さんに診てもらった、肺病すっかり治った、もう薬飲まないでいいって言われて何反対に治ってた。それでそのこと書いてね、結局肺病になって大切なのはね、医者の言うことを聞いて絶対安静したらダメだ絶対、いやそうなんです、絶対医者ってやつはね何にも自分が肺病になった経験ないのにね、あれするから
学説として廃病になったら絶対安静ってこういうだけな話で、絶対安静してたらね、そしたらあの食欲がない、運動しないから食欲がなくなっていく、そして気分的にももうめいっちゃう、そしてもう俺は病人なんだって言ってなっちゃう、それで、ね、刻々とねその体力落としていっちゃって、それで死ぬんだ。だから そういう負け戦だしちゃダメだ。私なんか肺病だって言われた時からそのもうあれですね、方々へ行く講演はやめて、その代わりさあの散歩は始めて、そして毎日あの散歩に出かけることにして、打って出た、そういう療法の方がいいって言ってこの間書いてあった。そしたらまた手紙が来て、これ本当にありがたかったって、気分が本当に生き生きしてきたって言ってきたけど、本当だ。何でもね、その負け戦しちゃダメですよ。この世間をこう日和見して、そしてなんとかうまい方向をって言ってうまくいきようっていうんで、みんな負け戦するもん。そうでない、俺はこれだってね、それで本当の信ずるところまっすぐ行きゃ勝ち戦する。だからあっちへベタベタ、こっちへベタベタっていうのはね、やつはみんな負け戦だ。そうでない、誰がね食うために働くかいって、そのくらいねやったら、これ本当に私はそれだけはあのあれだね、アメリカ人だってびっくりする。アメリカ人ヒッピーがたくさんいつもやってきてたでしょ。でヒッピーたちあのみんなブラブラしてたわけだ、あの頃ね。ところは私はいっぺんあの一生のうちで勤めたのは半年だけって言って、愛してた、半年だけ勤めただけでよくここまで食えてきましたねって言って、本当によく食えてきたと思います。そのところはフレッド・ストーバーっていう、この前この十何年ぶりかで、その頃のヒッピーがこの間もやってきてね、懐かしいって言って抱きついてたけど、この頃アメリカはヒッピーはどうなったって言ったら、もうヒッピーの時代は終わった。あとはオールドヒッピーって。あとはでもヒッピーの大先輩って言ってたね。もう本当に私はその点はヒッピーの大先輩。いや、あのお釈迦さんだってヒッピーの大先輩。佐々木老師だってヒッピーの大先輩。俺、仏道修行者ってみんなヒッピーの大先輩だ。だから本当はね、あのアメリカにヒッピー時代がもっと長く続くと面白かったと思うんだけど、あれ不景気が来たもんだから、またみんなあの食うために働き始めちゃったもんね。でまあその消防現像供養食仏の玉、もし過去性なくんば、まさに過去物なかるべし。もし過去物なくんば、出家じゅぐあるべからあなしと。これはね、この過去物っていうとだね、うん、その過去物のまた過去物のまた過去物また過去物って言ってですね、この過去物の始めがあるかと思うと、これ、ね、そんなもんじゃない。どの加工物にもだ、あのその加工物は加工物なりにその過去現在未来という時間を生きてる。だからね、その加工物って言ってその初めの加工物じゃない、とにかく今の私にとっての加工物だ。だから未来っていうんでも、未来には未来なりの過去現在未来がある。だから未来にいずれ終わりが来るだろうって、そんなもんじゃない。いつでも人間の生きてる限りは、人間である限りはあの未来がある、終わりはないんだ。というのはね、どうしてかっていうと、要するにね、過去現在未来っていうね、過去現在未来っていうね、時間は
自己の外にあるんじゃないんだ。いいですか。今自由三昧っていうね言った限りね、もう何もかも自己生命の実物の中身なんだから、時間も自己の中身だ。だから自己っていう限り、あの過去もある、現在もある、未来もある。で要するに過去現在未来の三世は今切りの今、自己切りの自己のあり方です。それが時間帳。普通はね、これもだから世間の考え方と仏法のあれと全く違う。世間は過去から時間が流れてきて、そして現在を通して未来へこう流れていくと思っている。そしてその中の一点に自分があると、こう思っているのね。ところが仏法はそうじゃない。自己切りの自己、今切りの今、その今切りの今の中に過去も現在も未来も。このお堂は古いなって言ってね、これ誰が見ても新しいとは言わない。柱も真っ黒だし、そして柱がちょっと多すぎるしで、これやっぱりね、それに対して向こうは新しいなと、こうね、そういうのはね、その今の私の判断の中である。いいですか。で決してね、その、そういう古いも過去っていうのがその外側にあるんじゃないの。今の私の生命体験として、で古いと判断する、で古いと、であれは新しいっていうね、または新しいっていう判断だから、またこれじゃあ入りきれないからそっちへも継ぎ足そうかって言って、また考える。これは未来だ、また未来、そういう今の頭の中にあるんだ。だから過去も現在も未来も自己切りの自己のあり方です。それから今切りの今のあり方、これがまたよく分かってなくちゃダメだ。だから「もし過去せなくんばまさに過去物なかるべし」「もし過去物なくんば出家事具なし」。その出家事具っていうのはね、あのビクとビクニとって言って、あのまあ愚足戒っていうのを受ける。このビクは250回、ビクニが348回って戒律を受ける。それで盆さんになった限りはこういうことをしますっていうね、あの誓いを立てて入るわけだ。そういうのはね、そういう戒律を保てばこそ、そのまたそういう戒徳、戒を守ってるっていう徳が身に具足してくるから、それで具足戒っていうんですね。だからこの出家っていうものの形だね、出家の、生活方法ね、生活形態か、そういうものがあるのは過去から、過去物があって、そして初めてそういう決まりがあるんだってことです。で明らかに知るべし、三千に必ず諸物増しますなり。今も言ったようにね、あの過去現在未来ということ、その過去にも諸物が増します、未来にも諸物が増します、現在にも諸物が増しますというね。で三千に諸物が増します。そうするとその過去の仏さんの時にはどうだったっていうと、過去の仏さんは過去の仏さんなりに過去現在未来があるんだから、それでその時なりのまた過去物があるわけです。でしばらく過去の諸物に起きて、その初めありということなかれ、その初めなしということなかれ。だからもし始終の有無を邪気せば、さらに仏法の修学にあらず。大切なのはね、始めと終わりと、あるいはあるとないとって、分かれる以前の実生命の実物なんだから。
それでそれを始めがある終わりがないって言って、そんなようなことをね、その一生懸命考えたら、これはまあ仏法の話にならないっちゃう。で、過去の諸仏を供養し奉り、出家し随順し奉るがごとき、必ず諸仏となるない。そうなってくるとね、どうですか、今私が一生懸命今まで喋ってきたのね、全てが自己切りの自己のこの座の人会としてね、この供養諸仏も見るんだ。そうすると過去の諸仏っていうのもね、一体何を意味するのか。そうするとね、もう過去からもずっと仏続きでもって仏さんであるっていうね、そういわば絶対的なそのあれですね、天地いっぱいの自己、我々天地いっぱいの自己生きてるわけだね。その天地いっぱいの自己、大昔から天地いっぱいの自己、義理の自己で生きてきているっていう、それが諸仏だ、過去の諸仏だ。それに対して未来の諸仏っていうのは、これからの諸仏なんだから、可能性だね、可能的な諸仏だ。それを今供養、過去の諸仏を供養するってことは、今っていうね、現実的天地いっぱいの自己はね、今現実的天地いっぱいの自己、みんな生きてるんでしょ。これがその過去の絶対的諸仏にこう供養して、そうして未来の可能的諸仏になるってことだよ。わかりますか。だからね、最初の話が平面的で単調じゃないんだからね、ちょっと話はややこしいけど、この結局過去っていう現在未来、ところがこれ全部がもうひっくるめて生命入りの生命なんだし、自己入りの自己なんだね。これ全部ひっくるめてね、天地いっぱいの自己だ。天地いっぱいの生命です。それでその場合ね、過去からのずっと仏っていうのはね、これはいわばそういう天地いっぱいの自己切りの自己がずっと続いてきてるっていうんで、いわば絶対的な仏さんだ。それに対してこの過去の諸仏に対して、この現在っていうのは現実的な天地いっぱいですね。今誰でも彼でも今初めから言うように、繰り返し言うようにね、みんな天地いっぱいの自己を生きてんだっていうことね、これが根本なの。そうすると今現実的に今天地いっぱいの自己だ。この現実的天地いっぱいの自己がこの絶対的な過去の諸仏ご本尊さんに向かって一生懸命これ捧げ切る、自分の生活を捧げ切る、その時に未来のこれ可能的諸仏が現れるんだ。可能的天地いっぱいが現れるわけだ。そういうことですよ。だからね、この話がね、そんなボケた人間にゃこの話じゃねえんだ。それを過去の諸仏を供養するって言って、だからありがたがり屋のね、老いぼれ老人の話だと、こう思うやつが老いぼれてんだ。大体過去の諸仏を供養し奉り、出家し随順し奉るがごとき、必ず諸仏となるな。供養の功徳によりて差仏するない。要するにね、
そういうこの今現実的な天地いっぱいの事故がだね、この絶対的な諸仏に供養して捧げ切ることなしにね、このその差仏するって、差仏って未来の仏を生み出すんだから、そういうことで差仏がありっこないっていうことね。いまだかつて一仏を目標し立てまつらざる史上、何によりてか差仏することあらん、無因差仏あるべからず。その原因がなくて、原因がなくてね、仏になるってことはない。どういうのかって、今実際に天地いっぱいの事故がこの過去の絶対的な諸仏に向かって、この現在のね、天地いっぱいの事故が生活を捧げ切って供養するっていうところに、本当に初めてその原因があって、初めて実物としてのね、諸仏が現れるんだ。でもう少し読みますと、仏本行十教にいわく、仏目犬伝に告げたまわく、我王爵無量無変なる諸々の世尊の身元において諸々の善言を植え、ないしあのくたら三脈三菩提を求む。このあのくたら三脈三菩提ってのは無上正等覚、あるいは無上正遍知っていうけどね、結局は本当のね、仏さんが本当に各地円満して、その時にほら無常だから、この上ないっていうね、悟りだから、それでそういう、あのくたら三脈三菩提を求むと。で木犬伝、木犬伝っていうのは木蓮尊者のことだ、木犬伝よっていう呼びかけの言葉だね。我王爵を思うに天輪上王の身となって三十億の仏に会う、皆同じく一号にして釈迦と号す、如来および聖門主まで尊重し成就し供養し供養し支持供養具足す、いわゆる恵福恩直賀具投薬ない、時にかの諸仏我に何時まさにあのくたら三脈三菩提および世間へ転任し仏世尊を得て、未来世において上昇額をうべしと規制ずと要するに木を与えずだ要するに不合格壊されたんだね一生懸命ね、これはお釈迦さんが言われるのに、木蓮尊者に言われるのに、大昔ね、俺の過去世において、天輪上王と、天輪上王っていうのはね、このシャバ世界の一番の王様だ、それになって、それで30億の仏さんに出会った。それをその30億の仏さんってね、そんなに、今時だって、簡単な数じゃないですよね。まあ30億円俺持ってるって言ったら、ちょっと今時でもちった金持ちだ。その万や千や万の数字じゃないんだ。もう本当に30億っていうね、たくさんの仏さんであった。ところがその不思議なことにね、その30億の仏さんがみんな釈迦牟尼仏っていう名前だったっていうんだから、人馬鹿にしてるような話だね。ちょっと見るとね、ところがね、これそして天輪上王となって、みんなその生まれ変わり死に変わり、みんな俺はこの世の王様であって、そして、如来および聖門主、その仏さんおよびその弟子たちにみんな
尊んで仕えて供養し四時具足する。四時っていうのはえぶく恩じき我具投薬だ。時に可の諸仏それだけこう捧げてきたんだけれど、何あの我にその可の仏たちはね、三十億の仏たちはみんな、お前はねあのくたら三百三菩提を得て、そしてあの本当に世間へ天人し仏世尊の、これは仏の十号からのうちの取ってるわけだ。その仏さんになって未来世において本当の上昇学をうべしと期せずっていうのね、お前はそういうふうに仏さんになるだろうとは言わなかったっていう、これの話ね、ちょっとよくまたこれ味わってみて面白いんだね。その、このみんな30億の仏が釈迦牟尼仏であったっていうね、これみんな釈迦であった。これは例えば私がね過去世を考えてみて、そしてあれしたらたくさんの仏に出会った。そして私はその天輪女王だ。天輪女王って何かっていうとね、シャバ世界の王様でしょ。シャバ世界の王様っていうのは何だって、私は自己切りの自己を生きてんだ。その自己切りの自己のシャバ世界の王様って言ったら何かっていうと、物足りようの思いだ俺の物足りようと思っていつでも、これはそれはあのシャバ世界の王様だもん。皆さんそうだ皆さんね、自分の物足りようの思いを主人公にしてさ、あれでもってあのあしたらこうしようって言ってやってる話だもん。あの以前にそう書いたこと、そんな話書いたことあるね。一つの会社でもって、まあ普通は社長さんだけが会社の主人公と思ってる。ところはそうじゃない。この重役たちにとっては、重役は重役の観点からね、この会社の主人公だ。なんとかしてその、今の社長を、適当に追い立てて、そして俺が社長になろうと。そのためには部長課長をどういうふうに子分に使ってって言って、またたぐらんでんじゃない。これが物足りようの思いの主人公だ。そうするとまた部長や課長たちは、部長や課長はそれぞれあの重役に従っていると、あれに親分にしとけば、あれが社長になった時俺はまたそういうふうに考えてる。それ一つ間違えると、その外された人間を親分にしてついてるけど、そうすると一生下積みになっちゃうからね。まあ私会社勤めしたことないけれど、大体会社勤めってそういう風景だと思うよ。だってそのためにノイローゼになってやってきた人の話聞いてそう思うんだ間違いない。いや日立の重工業のその間っつってね、研究部の博士だ。それで私は収入にもその家庭内にも不満がありませんが、どうも私は今ノイローゼですって言ってわざわざ相談に来た。それでもうすぐこっちはピンと来た。あんたどっか主流コース外されたんじゃないですかあ、よくわかりますねそれはそうだ。このね、シャバに生きてないでこうアウトサイダーで言うとね、そうするとまたピンと分かるところがある結局この親分についていればね、間違いないと思ってついてた親分が外されたの。そういったもんだから、思いなしか自分の今の現在も待遇がちょっと変わってきちゃったって、それがムシムシしてそれでノイローゼになってるっていう、そういうね。で結局天輪、ここで天輪女王っていうのはね、30あれですよ、みんな物足りような思いだ。あれで部長課長だけが重役とかね、部長課長が主人公だけじゃない。小遣いさんは小遣いさんなりに、それから
オフィスレディーっていうのかね、それのそれなりに俺またちゃんとあの計算してさ、そしてなんとか自分がうまくいくようにってこう計算して、そうするとみんな会社みんな主人公ばっかりだ物足りようの思いの主人公ばっかり集まってるのが会社だ。そしてそのそれを広くしたのがあの社会っていうかね、人間社会、会社を広くしたのがね。だからみんなね、これ天輪上ってみんな自分がの物足りようの思いがみんな天輪上だ。だからびっくりしなくていいのってこんなにお釈迦さんは過去世において天輪上にたくさんなったのかってびっくりしなくていい、みんなみんなそう。そしてその時にの本当のお釈迦さんがみんな同一号に釈迦って言って、そりゃそうだ、私の中のご本尊さんであるお釈迦さんはみんな他人じゃない、自己なんだ。そうするとみんな釈迦、釈迦仏であっていいんだ。で要するに絶対的な過去のね仏である、この絶対的な過去の諸仏に一生懸命捧げて供養してんだけれど、しかしながら過去の諸仏たちは我に気を与えずって言うの、お前はさあのそのようにやってればいつかあの仏になるだろうとは言わないっていうの。要するにあのこの未来世っていうのもね、その向こう側の話持っていっちゃダメですよ。この可能的諸仏は今お前のやっている現実的やり方じゃ未来の諸仏は現れてこないっちゅうことだ、見当が違ってるっちゅうことだ。それでだからこのね、全て座禅を通して見なきゃわからないんだっちゅうことですよ。で木剣伝、またもう一つ木剣伝、我王爵王毛に天輪上王の身となって八万の諸仏に会う、皆同一号にして念道と称す、号す如来および正門主まで尊重奉行し知事供養す、いわゆる絵仏恩敷楽涅槃万外下降ない、時に可の諸仏我に気を何時あのくたら三百三菩提をうべし、および世間へ転任し仏世尊を得て、そして、うべしと着せずだね。これもまた失敗してあの一生懸命その八万のね諸仏たちにこの、この現実的な天地いっぱいのこの物足りようの思いのね天輪上が一生懸命あの捧げてるんだけれど、それでもちょっと見当が外れてからそこからじゃ過去の諸仏は現れ出ないってことだね。でまた木剣伝、我王爵王毛に天輪上の身となり三六の諸仏に会う、皆同一号にして不死者と申す、如来及び正門主まで指示供養、皆ことごとく愚足す、時に可能諸仏我に気を与えず、何時差仏すべしと気を与えず。これも同じだった。でこのほかそこばくの諸仏を供養しまします天輪上王の身としては必ず四天下を統領すべし、供養諸仏の愚誠に豊穣なるべし、もし大天輪王ならば三千回に王なるべしって、こういうふうに書いてあるからね、インドの話はねおとぎ話と本当に深い話とちゃんぽんだから、そこがまた面白いんだ。でいかにも天輪上だったらもう全てのねアショカ王みたいに何から何までなんだから、あのみんなこう持ってるじゃないか、だからその本当に供養諸仏って言ってもね、その供え物が豊穣だろう、その時の供養を今の本領計らるべからず、そんなね、供養の仕方っていうのは今の我々にはとても考えられないだろうって、
仏ときましますとも下領することを得難からんちて、まあこう、びっくりさせてんだね。まあ今日はそこまでした。人生